はね、あの山の方なんで、いやすげえいい風景だ。あれやばいだろ。はい、やってきました。こちらは群馬県の新町駅です。いやここ来るのね2回目なんですけどね、まあ、改めてねちょっともう1回ロケ地をね巡りたいところがありますので、そちらに行ってみたいと思います。まあね、ちょっとただやってしまったのが、バスの時間がですね、次来るのが2時間待ちになってしまいまして、なのでちょっとね意を決してですね、自転車で目的地に向かいたいと思います。結構ね山の上なんでね、ちょっとどうなるかわからないんですけど、行ってみたいと思います。よし、行ってみましょう。はい、今関越かな、関越の下を通ってきました。で今神奈川沿いの土手をね走ってる最中です。はい、目指すはねあの山の方なんで頑張っていきましょう。いやーすげえいい風景だ。もう癒される。ただね先の山を見ると若干絶望的なんですけど、まあまあまあ行けるとこまで行ってみましょう。いやー見てください、すげえいい景色だ。もうねあんなに遠かった山もねだいぶ近づいてきました。まあ絶望的だけどね。ああやだ怖え。よっしゃ、もうどんどんこの土手に沿って走っていきます。行ってみましょう。はい、鬼石橋というとこまで来ました。山のふもとまで来ましたね。多分ここから地獄の山登りが始まります。まあ頑張ってチャリで登ります。行ってみましょう。はい、今里橋まで来ました。ふぅあれやばいだろ。うわー怖えー。あーすげえとこまで来てしまった。よし、目的地までねもうちょっとなんでね頑張っていきます。うん、あちらのダム、あそこまで行ってみます。よっしゃ、はい到着です。下久保ダ下久保ダム到着です。おかしいよこんなの、もう疲れた。ねはい、こんな感じで山を登ってきました。いや、やればできるもんだ。はい、ここ訪れるの2回目ですね。まあ、前回タクシーで来たんですけど、新町駅からね、7000円ぐらいかかったような気がするんですけど、今回は折りたたみ自転車で来ました。はい、じゃあ改めましてこちらのロケ地巡りしていきたいと思います。行ってみましょう。
こちらの一本道、こちらはね、仮面ライダーブラックのオープニング、そして、仮面ライダー J のエンディングで使われています。この道をね、ブラックと J が走ったことになりますね。他にもね、宇宙刑事シャリバンでね、ヘレンが死んでしまってシャリバンが怒りの赤車をしたとこだったりとか、他にもガイファードなんかもこちらで戦ってます。なのでね、本当にこちらはもう特撮のもう聖地みたいな道ですね。はい、あとですね、あちらの山、おそらくなんですけど仮面ライダー J がエンディングで佇んでいた場所だと思われます。一応ダムから登ってこれるようになってるみたいですね。まあ今はね、もう木が生い茂ってるんですけど、とんでもないところに立ってるなという感じですね。はい、で先ほどの道をね、こうぐるっと回ってきて、はい、こちらの一本道、こちらがスカイライダーの特番だったりとか、スカイライダーのオープニングでスカイライダーが、バイクで走ってますね。こちらも手すりとかね、街灯は若干変わってるんですけれど、もうほぼ当時のまま残ってます。はい、でね、こちらの山の上もね、ロケ地みたいなのでね、この坂も登っていきます。よし、行ってみましょう。嘘だろ、もうきつい、もうこれジグザグに登っていかないといけないとか、はあ、いやでもね、この上につけばロケ地なので頑張ります。よっしゃ、はあ、疲れた、はあ、あった展望台だ。
神奈川と三馬石橋の資料館、こちらがですね、仮面ライダーブラック RX でムンデガンデが襲ったダムの発電所ですね。若干建て替わってます。建て替わってるんですけれど、やはり周りの風景はね、変わらず残ってます。はい。で、こちらの展望台、こちらがですね、仮面ライダーブラック RX で京子ちゃんがお弁当を食べてるところをムンデガンデがね襲ってくる場所ですね。こちらも変わってません。こちらの屋根当時のままです。いや嬉しいな。いや本当に素晴らしいです。手すりなども当時のまま残ってます。はい。ですね、スカイライダーの特報でスカイライダーとカメレオ人戦闘員が戦ってるところなんですけど、おそらくこの藪の中だと思われますね。今も完全に入れなくなってますね。ちょっとね、同じ位置からの写真がちょっと撮れなかったので、ちょっと上の方から撮りました。こんな感じです。もうこの斜面を転げ落ちていった中の人、本当すごいなと思います。はい、はい。で、スカイライダーのムカデンジン登場会で、スカイライダーが変身して立っていたのがここですね。この上です。本当はねちょっと下から撮りたいんですけど、今もう藪に覆われてて、ちょっと立ち入りができなくなってるので、はい、ちょっと残念なんですけど、まあ上から撮りました。はい。同じくですね、ムカデンジンが立っていたところも、もう木に覆われててね、下が見通せないので、このダムの上から、撮影してます。あちらの家が、当時のまま残ってました。はい。ですね、めっちゃもう撮影してたらもう夕方5時になっちゃいました。急いでね、ちょっと正面の方にも向かいたいと思います。いや、でかっ。うわ、もう改めて見るとめちゃくちゃでかいっす。うわ、よいしょ。どんどん坂道下っていきます。到着です。下久保ダム正面、でけー。よっしゃ、改めてこちらのロケ地検証していきます。行ってみましょう。下久保ダムでした。まあね、ここはちょっとまあ入れないんでね、見学会に参加するしかないんですけれど、あちらの奥で住人ライダーが勢ぞろいしたり、暗闇大使が立ってたりした場所ですね。で、あちらでは再生怪人軍団が立ってて、再生怪人軍団が走ってきた場所ですね。はい。まあこちらも当時と変わらず残ってます。もうここはね、もう仮面ライダーとか、戦隊シリーズでも出てくる、もう特撮御用達の場所ですね。はい。こちらも当時のままでした。以上、下久保ダムでした。はあ、疲れた。はい。新町駅帰ってきました。もう2時間かかった。はあ、お尻痛い。はい。じゃあこんな感じで、今回の群馬下久保ダムのロケ地巡りはこれにて終了です。ここまでのご視聴ありがとうございました。電撃稲妻ネプラ電撃
ドラゴンロードを飛ばせ、ドラゴンロードを飛ばせ、電撃稲妻ネプ、電撃稲妻ネプ、地獄の影深い闇を避け、命をかけて誇りを守る、野獣のように吠えろ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 、ライダーエンドレスファイト、エンドレスファイト、カトリファイト、シンバークロスゲリロン。